やめてきれやめてきれやめてきれゲバゲバ豆板醤祝電入ったそうです。だけどここいつも許可取ってるところでもう OK なんだけど、なんか祝電の内容が結局誰も映してるわけじゃないじゃん。でお店の人もね、もう自分のところでこうやって静かに食べてもらってるし、で食事もねこう見せながら食べて、こういうチャレンジやってるのも分かってるので、ただね祝電の内容がつまんねえよ。あのね祝電の内容が他の人の声が入ってる、他の人の声が入ってるって。あ、全然 OK だよ、全然 OK。 うん、あのね何癖つける祝電中が人の声が入ってるんだ。うん、全然これ OK だよ、これは撮影は OK。ただ他のお客さんの声が入ってる。いやだからね、祝電中って結局何癖つけたいの。で俺いつもここで配信やってるじゃん。でそれも知ってんだよ。で今日の何癖のつけ方は他のお客の声が。この度は貴重なご意見を頂戴いたしありがとうございます。店舗に確認しましたところ、商品の撮影をしたいというご依頼だったため、商品だけなら良いと撮影許可を出したようです。他のお客様からのご指摘もあり、動画撮影と分かり撮影の中断を要請いたしました。今後は撮影の詳しい内容を確認した上で対応するよう反省しております。今回の件で不快な思いをさせ申し訳ございませんでした。これからも山岡屋をご愛顧いただきますようお願いいたします。株式会社マルチヨ山岡屋。日頃から餃子の王将焼津店をご利用いただき誠にありがとうございます。この度はせっかくご来店いただいたにもかかわらず、お客様には大変ご不快な思いを抱かせ誠に申し訳ございませんでした。動画を確認して従業員に事実確認を行いました。この動画投稿者が入り店した際、スタッフが対応し他のお客様の迷惑にならないようにするので、自分の食べている姿を撮らせてほしいと言われ、責任者に報告することなく、お席にご案内してしまいました。動画撮影については、原則禁止で、勝手な判断はしないと伝えていましたが、徹底できておらず、私の従業員への指導の至らなさを痛感しております。すべては、店長である私が原因です。誠に申し訳ございませんでした。今後同様のことがないように、従業員への今回の件の共有と指導はもちろんのこと、まずは何事も従業員同士で勝手に判断せず、すぐに責任者に報告し確認を取るよう徹底してまいります。また大声を出すなど他のお客様へのご迷惑になるような行為を見かけたら、その場ですぐに対応するようにしてまいります。この度は誠に申し訳ございませんでした。
大勢のお客様が今後も安心してご利用いただけるよう再発防止に努めてまいりますので、今後とも餃子の王将焼津店をご愛顧賜りますようお願い申し上げます。株式会社王将フードサービス焼津店店長。やめてけれ。